高須先生に聞いた2016年の美容整形業界のブームについて、2015年は有村架純さん、ギャルモデルの吉川千恵千佳さん、HKT48 の宮脇さくらさんが整形患者の憧れの顔としてブームを巻き起こしていたそうです。では今年はどんな有名人が名を連ねるのか、高須先生、今年はどんな有名人のリクエストが急浮上してきたのか、このようにコメントされています。行ってみましょう。ネットで学びを得た整形患者たち、2016年は顔に派手さがない正統派美少女系の顔に人気が集まりました。今では二重の幅を広げたい、とにかく目を大きくしたい、鼻筋をしっかり通したいなど、極端なパーツの形を望む人が多かったけれど、それだと整形がバレやすいということに気づいた人が増えてきたんでしょうね。整形を望む患者さんはネット情報をよく見ているので、極端なパーツの芸能人が整形を疑われたり失敗を指摘されたりするゴシップ記事などから、やりすぎは不自然になって可愛くなくなるということも学んだのだと思います。服装でもメイクでもやればやるだけ可愛くなれると思い込んで、一時的に極端になるのですが、ある程度まで行くとダサいことに気づいて衰退していくというケースってありますよね。2016年に急増したリクエストとは。そのような背景もあり、今年なりたい顔として特に増えたのが、広瀬すずさん、桜井日奈子さん、乃木坂46の斉藤飛鳥さんです。広瀬すずさんは目自体は大きいのに二重の幅はそれほど広くない、目頭側のほとんど奥二重の末広型二重なんです。このタイプは整形っぽくない自然な印象を与えますし、ノーメイクでも可愛く見えるんですよ。少し前まで人気の高かった幅広平行型二重はメイク映えする代わりにノーメイクだと不自然になります。整形をした人がブログなんかで術後の写真をアップするようになった影響もあって、最近はメイクを落としても可愛くいたいという風潮になってきているので、広瀬さんの目を希望される患者さんは増えています。それから広瀬さんの鼻も人気が高いですね。高すぎず大きすぎず主張しすぎない鼻なので、日本人ののっぺりとした顔立ちに合っています。広瀬さんは若い子に絶大な人気があるので、同じ髪型で来院する方も多いんですよ。ただ奇跡的なバランスでできている顔立ちなので、雰囲気を近づけることはできても、あの領域まではなかなか達しないですよね。元の顔次第です。もし整形だけ広瀬さん級の美人になれるのなら、街中広瀬さんだらけになっちゃいますよ。桜井日奈子さんも二重の幅がそんなに広くなくて、どちらかというと奥二重に近いんですよね。だから患者さん自身の顔に合ったナチュラルな二重になれるとして人気が高いです。涙袋も程よい大きさなので、整形で似せても自然な印象になります。唇も適度なぷっくり感のあるアヒル口で、ほんの少し口角が上がっているので、真似したがる女性は多いようです。上唇にヒアルロン酸を注入すると口角も上がったようになるので、桜井さんのような軽いアヒル口になれますよ。斉藤飛鳥さんは小顔で、特に下顎がすごく小さいんです。柔らかいものばかり食べて育つと下顎が発達しなくて、頬は相対的にぷっくりして見えて、小顔で童顔な顔立ちになります。きちんと噛んで成長した人ほど骨格ががっちりしてしまうので、皮肉な話ですが、斉藤さんのような小顔に憧れる人は多いですが、彼女は、頭蓋骨自体が小さいので、元の骨格の大きい人が同じ大きさになるのは物理的に不可能です。できるとすれば顔の下半分を近づけることぐらい。ただエラから顎先にかけて骨を削る大手術になります。しかも余った皮膚や脂肪がたるむので、フルフェイスリフトもしなければなりません。かなり大掛かりな手術になる上、傷も残るし、頬を切るときに顔の神経が麻痺する危険性もあるので、現実的ではありませんね。そこまでしても小顔になりたい
と整形に踏み切る人は年に1人いるくらい。大抵の人はボトックスや、脂肪溶解注射などでその人なりの小顔にすることがほとんどです。2016年に人気の高かった3人に共通しているのは、整形を疑わせるような極端なパーツがなく、パーツの形がコンパクトに整っていて位置関係もいいところ。実際この3人には整形疑惑がほとんどありませんよね。ちなみに広瀬さんは中高生、桜井さんと斉藤さんは中学生から20代前半まで幅広い年代からリクエストが多かったです。同じく2016年に増えたのはリクエストで驚いた同じく2016年に増えたリクエストで驚いたのはゲームキャラクターも顔になりたいというもの。こういった要望は男女ともにあって、女性はバイオハザードに出てくる主人公の女性ジル・バレンタイン、男性はファイナルファンタジーのクラウド・ストライフが多かったです。最近のゲームは CG が駆使されているので登場人物がみんな立体的で整った顔立ちなんですよね。憧れる気持ちもわからなくはないですが、画面上で作られた顔ですし、しかも彫りが深くて外国人っぽい顔立ちなので日本人では不自然になりやすいんです。そのためできるだけ自然に近づけるようその方の顔に合った控えめな施術をお勧めするのですが、絶対にこの顔にしてという方も半分ぐらいいて困りました。そういう方はカウンセリングでのアドバイスに失望した、期待してたのに残念と言って怒って帰られます。でも残りの半数の方は僕の話をプロの意見として聞き入れてくれて、控えめに似せるか、キャラクターに関係なく自分の顔に合った手術に変更するかで満足していただいていますとのことだそうです。はい、まあ、ということで2016年のなりたい顔、整形したい顔は広瀬すずさん、桜井日奈子さん、斉藤飛鳥さん、そして、CG の人ということになったようです。2017年はどんな整形したい顔が生まれるのでしょうか。高須先生の話はいつも面白いです。はい、それでは失礼します。